横浜 F マリノス対バンコクユナイテッド5チャンネル実況スレまとめ。試合前シーズンが始まる。開幕だー。へえ、今シーズンもよろしく。ACL のおかげで、早く試合が見られるのはいいけど、さて、どうなるか。結構行ってるな。さすがや。平日の福岡遠征とか札幌遠征よりサポ行ってるな。2000人はすごいな。4分コーナーキックから、カトレンが初シュートも枠を外れてしまう。連宇宙。カトレンが、攻守のポジションがどうなるかちょっと不安。カトレンが初シュート。去年より攻撃的だな。よしよし、まず打とう。2024マリノスのファーストシュートはカトーレン。カトレン、俺たちとはモウリョウが桁違いだ。カトレンもううちのミドルシュート済みやん。8分ポープがかなり詰められるが無事に乗り切る。声 AW、ポープのせいではないが、W、ポープの通過儀礼だ。2失点は覚悟しとこう。シーズン序盤の風物詩やね W、ポープも1回はやらかさないとな W、まあまあこれくらいでビビって、たらシーズン期が持たんぞ。ポープのこれは想定内。それで失点すんなら早い方が良い W。18分ナムテヒのコーナーキックからエウベルが巧みに決める。来た、ワイ入った。よくわからんが来た。やったエウベル部長、取れればよかろうなのだ。エウベル新来た。今シーズン初ゴールはコーナーキックからエウベル。エウベル、さすがエウベル。これはいい時間帯。やっぱエウベルよ。バエウベルや。エウベル様様、やっぱエウベル先生だわ。困惑のよっしゃーいただきました。今年もエウベル神だがあり、肩やありがたや。去年の川崎戦のようなゴール。エウベル今年はゴールたくさん頼みますぜ。去年見たゴール。エウベルああいうプッシュ名のあ。たまにあるエウベルの変なゴール来た。ナムがいやらしいボール入れたわ。上島竹江奈。24分カトレンの折り返しからロペスが潰れて鍋甲が決める。ピコーン来た。来た。来ましたわー。来た。これは美しい。カトレンすげえ。鍋甲来た。鍋甲。来ちゃー。ナイス。エグと、カトレン最高やないか。スート。これこれ。おひょう。来たー。シュトーレンアシスト来たらー。ジュリアー来た。我がグッズ来た。なんかうちらしい攻撃。カトレン良いやん。カトーレン早いな。林さんからよしはいただきました。いやナイスゴールだけど W 内容ひどすぎるのに効率良すぎて草。鮮やか。ポステコ時代のサッカーだ。エグのパスセンス。鍋甲。結果出てよかったな。アタッキングフットボールだぬあ。QL、ご理解いただけたかな。客三角形のメリットが出たな。まさかタイまで行って、こちゃんやってるや。ついないよな。理想的なハーフスペースの使い方だ。久しぶりに見たわ。今年は楽しそうだな。このわけわからんサイドバックのポジショニング。ポステコサッカーが戻ってきた。アンロペも言いつぶれ。フェナ内に4人いたな。これぞアタッキングフットボール。緑ありがとう。やっぱりウィングが開いて、サイドバックが中入ったパトーンが良い。今シーズンこういうゴール増えたらいいね。まさか QL は名将なのか。渡辺は和製ベルナルドシウバになれる。これはマリノス勝ったな。フローを覗いてくるわ。この点の取り方は、ね打ちけかワンといかん。ポステコみたいな攻撃アンスカスカの守備まで似ている。35分続けて、競り負けて、失点してしまう。やられた。抜かれすぎだろ W。ありゃまエグが、そこ抜けられるのは、想定外よ。殴り合いに持ち込め。個人技あるのは、エグは、ところで潰しきれなかったから、仕方ない。ホープは、とりあえずシゲさんに鍛えてもらうしかねえわ。エグも、加藤も軽かったな。二人突破されたあかん。エグちゃんとファールしろ。38分エウベルの展開から、ヤンマテウスが切れ込んで狙うも、枠を外れてしまう。ひょー、惜しい。おーえーぞヤンマテ、こで、うおー、すげえ、ヤン、まあ、うちは、得点取り続けるし、金えからな。せめてけせめてけ、やっぱヤンマテよ。40分中盤で奪われるも、木田が戻って止める。木田さんナイス。木田さんかっこいい。木田さんはこれよ。さすが木田さん。さす木田。木田さんがいっぱいいて困る。タフガイ木田。よく止めた。守備ではさすがの木田さんなんよね。木田さん守備はさすが。46分再三。最前線で攻撃に絡むカトレン。加藤はいいな WWW。カトレンほんとおもろい W。カトレン目立ってるねー。カトーレン馴染みすぎだろ。カトーレンすげえとこいるな W。攻撃は迫力はあるんだけどな W。守備がな。これが偽サイドバック。加藤来年スパーズだな。カトーレン何かフォワードみたいなやつだな。カトレン良くも悪くも目立ってるな W。48分木田の攻め上がりからロペス、ナムテヒ、カトレンが打つも止められてしまう。うおおうおいおお。木田さんのアンクルブレイク WWW。木田さんうまい。木田さんすげえ。木田の覚醒ってこねえ。こねえこねえこねえ。こねええ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 え。木田さんかっこいいなんかえ打つねん。なんで入んないんだよ。3連発こねえ。それは決めろよロペ W。あらららら、決まらん。木田さん良いぞ。木田さんええやん。どれか入れろやハゲー。木田さん急に良くなったな W。2点くらい入れられたな W。58分相手のコーナーキックで良い対応をした木田の通称はキーボー。キーボー、通称キーボー。
通称 www、キーボーナイス、ナベコーユーナ、キーボー w、ナベコー w、キーボーナベコー、サポで、キーボー言う人あんま聞かないけどな w、65分マツケンが倒れた後に顔に足を乗せられて切れる、切れるマツケン、オラケン、草、マツケン落ち着け、まあこれは切れる w、ケツ w、その後の足の置き方に切れたんだな、それは切れるけどあんま派手にあんな w、あ、これは怒ってよい w、72分アマジュンのパスで、宮市が抜け出すも、シュートは枠を外れてしまう、宮市ぬおおお、宮市またそれか、もうええって、これ決めないとしんどいやつだな、しかし天野らしいいいパス、とんだけ枠の外だよ W、天野順やっぱうまいわ、ここ線の打てよ、天野すげえ、75分天野順とのワンツーから、コータがラストパスも宮市のシュートは枠を外れてしまう、宮市さん、知ってた、宮市頼むよ、みーわいち、宮市それは枠飛ばしてくれ、宮市は3回目に決める、宮市が、うわ81分コータの早い折り返しに、宮市が飛び込むも決められず、うわあらららら、こねえ、宮市、これは決めないと、宮市は4回目に決めるから、宮市マジで、そろそろやばいぞ、水沼いいな、宮市ハットトリックしててもいいレベル、林も、さすが切れた W、林解説員ついに切れるの巻き、92分ミスから、失点してしまう、あらら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 、マジかよ、そらそうなるわ、やっちまったのは、ロストからやられた、スコアレスドローやめて、何もないとこから決められんなよ、まあホームで、しっかり勝てれば、宮市まだ時間あるで、まだや、96分マツケンが危険なスライディングで退場してしまう。これはあかん。マツケンバカなんじゃないの？マツケンアホかよ。マツケンやリア型。そりゃ乱闘になるわ。何やってんの？あららら最悪だよ。完全に足裏見せたからな。もうめちゃくちゃや。相手が怪我しなくてよかったな。悪質すぎるわ。次の試合のことも考えろよ。まあマツケンはだいぶフラストレーション溜まってたろうというのはわかる。オーバーヘッドで蹴られてたし。殺人スライディングかよ。ひでえスライディングだ。相手が怪我しなくてよかった。マツケンは完全赤のタックル。試合終了2対2で引き分け。前半楽しめたのに後味の悪い試合だわ。宮市決定機3つ外しで試合壊れたわ。チーム崩壊ものの内容。勝てる試合だったよな。後味悪すぎる最後のレッドはアホーでしかない。マツケンもベテランなんだから落ち着けよ。ミスの失点はあるものと割り切っても勝てたよな。点取れなかったのが全て。宮市が決めてれば完勝だったわ。一応引き分けだし、まだ次あんだから。さあ、負け試合みたいな後味の悪さ松原ほんまないわ。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけますと幸いでございます。